みです。今日は戸塚駅まで来てます。戸塚駅から徒歩5分の超有名店のラーメン屋さんに行きたいと思います。今は亡き佐野実が手がけたお店です。あ、もうすでに行列ができてました。下に降りて並びたいと思います。品そばや本店に到着しました。こちらのお店は2019年から100名店に連続で選ばれてます。さすがですね。30分ぐらい並んだらお店の前の方に来れたんですけど、食券を買うタイミングで店員さんがしっかりアナウンスしてくれたので安心でした。それでは食券を購入したいと思います。高級なラーメンもあります。今日は初めての来店なので基本の醤油ラーメンを注文したいと思います。カウンター席もあったんですが、席が空いたのが4人席だったようで、1人なのに分取ってしまいました。醤油ラーメン1000円です。見るからにじんわり染みそうなラーメンです。美味しそうです。スープがピカピカ光ってます。こちらのスープは山水地鶏をはじめ佐野実氏が厳選素材を30種類以上使用したスープだそうです。スープをいただきたいと思います。あ、スープの温度が熱いです。すっきりしたスープなんですけど、味わい深くって美味しいです。懐かしい味がします。美味しすぎてレンゲが止まりません。チャーシューをいただきたいと思います。油っぽそうに見えますがどうでしょうか。ぷるんと甘みがあってスープとよく合います。品そばや自慢の麺が出てきました。美味しそうです。細麺に見えますね。麺をいただきたいと思います。喉越しがよくってつるんつるんしてて本当に美味しいです。佐野実氏が最もこだわっているのがこちらの自家製麺で、国産小麦を独自に掛け合わせたしなやかな麺に仕上がってます。長い穂先メンマが出てきました。美味しそうです。ちょっとタツノオトシゴに似てます。品のある味付けになってます。もう1本入ってました。2本目をいただきます。繊維がたくさん取れるので罪悪感が軽減されます。麺は柔らかめなんですけど、伸びてるというわけではなくってコシがあってツルツルして喉越しがよくってすごく美味しいんですよね。チャーシューは3種類の豚を掛け合わせた三元豚を使用しているそうです。すべてにこだわりを感じますね。こんなに美味しいならチャーシュー麺にすればよかったです。めちゃくちゃ海苔と合う麺です。せっかく胡椒があるので入れてみようかな。胡椒で味変した麺をいただきたいと思います。胡椒を入れても美味しいんですけど、入れない方が良かったかもしれません。繊細なスープなのか、ちょっと胡椒を入れただけでかなり味が変わってしまいました。今日は基本のラーメンをいただいたので、次回来る時は金華豚特上チャーシュー麺をいただこうと思います。ちょっと値段は張りますが、ごちそうさまでした。